一体誰なんです？分からねえか。誰でもねえよ。白井の旦那だよ。冗談やからかいならよかったんだ。ほらこの目であの人が人を殺すところを見た。そんな、それだけじゃねえ、言葉も交わした。旦那の言い分には早い話が、おめえに会いて1年からこんなことをしてるらしい。おめえは会うためには金がかかるから。それもこれもうちの兄貴万全長兵衛が死んでから、うちの一家も左前、旦那にろくすっぽな小遣い金も渡してやることができなかった。俺のせいといや俺のせいだ。だからといっても人を殺すことは話は別だ。このままじゃ見せしめがつかねえから、その場で旦那の命は取ろうとしたんだが、旦那の言うことには小紫にあって因果を含めりゃこの世に何の未練もねえと。後からここへやってくるだろう。そこで今日はおめえに折り入って頼みがあってやってきた。してその頼みとは？ここに南蛮渡来のしびれ薬を用意した。しびれ薬？旦那の酒にこれを混ぜてくる。待ってやってくださいませ。そんなうっさんの命に関わるようなことを私にはできません。勘違いするなよ。俺は旦那のために言ってるんだ。いいか、旦那は大勢の人を殺したんだ。その罪は償わくっちゃいけねえ。かてて加えて役人もバカじゃねえ。早い話よ、あの人はいずれ捕まる。捕まりはどうなると思う？土で三尺、木で三尺、六尺高い空の下、カバネをさらさなきゃならねえんだ。小敷が差し出す錆びた槍、そんなものを左右十二箇所、あげくの果てに首はねられて晒し首、そんな姿が見てえか？いやそれは。だったらせめて俺たちの手で殺してやるのが、これがせめてもの救いだと思って。